今週の新外ステップ紹介。 AP 純増は 2.5 枚、現状が128GB で AP 導入台数500台、500台しかない機種に設定は入らないだろう。通常時滞在中に電源オンオフされた場合は、表示されているゲーム数カウンターがクリアされて128ゲームから再度カウントダウンされるが、 AP5000 までの規定ゲーム数は内部で保持されている。設定変更時はリセット。1回目の初当たりゲーム数、めちゃくちゃ悲惨な結果出ましたね。当選ゲームの8割が131ゲーム当選でした。それ以来は127とか129とかなんで、おそらくしばしてそのまま解放したからずれただけだと思います。朝1以外の当選ゲームが139ゲーム当選がほとんどのため、朝1は引き戻しゾーンの8ゲームがないため、131ゲームで当選する説が濃厚かな。リセット狙いはできない。ゲーム性的には面白いとは思ったけど、1回の AP で20枚とかザラにあったな。これは結局リゼロとかバイオみたいな突破型の AP 機種の CZ を AP って言い換えてるだけではないのか。そりゃ128ゲームで必ず CZ より128ゲームで AP の方が客騙せそうだもんな。80ゲームなら打てる。さらに詳しくはブログにて公開しております。概要欄にリンク貼ってます。チャンネル登録よろしくお願いします。